上海軌道交通は中国上海市の鉄道である。一部路線はチャンス商魂山島で直結している。路線には地下鉄、ライトレール、上海トランスラピット、新交通システムがある。元の路線名の正式名称は上海地下鉄であったが、現在は地上路線部分も加えられ、上海軌道交通線と改名されている。また5号線は全区間。 3号線は、鉄緑路駅付近を除いて、近く間がないため、正確には、地下鉄とは呼べない。略して、艦隊アザ、港と呼ばれることもあるが、日常では、艦隊やざ地の方が、圧倒的に多く使われている。上海地鉄運営有限講師40%による、国家出資が1から4、7から11号線を、運営管理し、ライトレールである5号線と6号線には、 上海現代機動交通古文有限公司が設立されたが2008年には上海景気が新通地鉄集団に吸収された。上海リニアは上海自由機交通発展有限公司が運営している。2021年1月23日現在18路線が開通しており、全457駅、総延長は約 742km に及ぶ。 運営会社は以下の通りである。竜明寺歩道国際機場間を直結する上海トランスラビットは上海軌道交通の路線に含まれず上海自由気交通発展有限公使が運営する路線である。上海地下鉄中3号線はほとんどが高架軌道 R、郊外と市外を結ぶ快速路線 M、市外の地下鉄線 L。 小規模地下鉄線2005年12月25日、改定。6トルまでは3元であり、以降は1 0トルごとに1元が加算される。この改定以前は、路線別に運賃が設定されていた。上海市の鉄道交通を掌握しており、1日平均乗車人員は約1000万人である。北京地下鉄に次いで、世界で2番目に利用者の多い地下鉄となっている。 2017年4月28日より、利用客の多い6路線を対象に金曜日と土曜日、限定で終電が1時間程度繰り下がり、深夜時間帯の利便性が向上した。近年の路線別利用状況は以下の通りである。最も利用者数の多い駅は人民広場駅であり、1日平均約60万人の利用者がいると推計されている。17.8キロほどでも、 そう、人民広場を包む3号線と共用する区間の駅を含む。3号線と共用する 11.566km の区間を含まない。2013年最高1点上海地、客流889.8万市にいたか、新道上海1223.1万人次。上海地、全網客流作展祭にいたか、新民網上海地、雄大、作。 人民元東単春規定改造前、攻略、ありがとうございます。